毎度、京口です。今回の動画は谷口ね、同期の谷口をちょっと家招いてな、動画撮っていこうと思うんですけど、出てもらうのは初めてですね、谷口自身、僕のチャンネルに。そうですね、うん、初めてなんで、ちょっと自己紹介を。毎度無理すんの。京口ヨットと同期の、日本のミニマーケチャンピオンの谷口です。ちょっと同期でデビューさせてもらって、もう彼がぶっ飛んでて、ぶっ飛んでてないね。こうもう相手にされないんでね、ちょっとこれを機に皆さんに知ってもらおうと思って、よろしくお願いします。かしこまりすぎやろ。あれだね、谷口とエピソードみたいなのも話してないですね。あ、それはだから別で撮ろうか。なんですけど、まあ今日本チャンピオンで、防衛まだか、1回やった、防衛は初やった、次初防衛か、今 WBO の世界1位でランキングは、まあ、世界挑戦も全然ね、一番こう最優先される位置なんですけど、とりあえず日本チャンピオンになってこう初防衛をクリアしないとっていう中で、今回ね、5月22日の土曜日墨田区総合体育館で初防衛戦が決まりました。相手が沖縄の選手で、なんていう選手だっけ、中島達郎選手。中島選手多分結構ハードパンチャーで、負けが1回だけか、で勝ち星の KO 数も9割近く KO ぐらい、11勝で 7KO やったから結構高かった。80%ぐらいか。まあまあまあ、それなりにパンチャーでね、ミニマムやけど、パンチャーある選手との初防衛戦が決まったんですけど、まあね、落とせん試合やし、向こうは多分な、日本チャンピオンになりたいっていう、異常に多分世界ランキング1位の選手っていう方が、多分魅力的やと思うし、勝ったらだって一桁で確実に入るな、世界ランキング、っていう中での初防衛ないけど、どうかな。いや、まあね、本当こう油断さえしなければ、自分のね、あれを出せば大丈夫だと思うんですけども大丈夫大丈夫ですやっぱりそういう試合前って不安にこう駆られたりすることとかあるんですか。あ、でも世界戦まではなってましたね、結構。あ、そうなんや、逆にで世界戦負けて、ああそういうこと、ね、そうで、ああもうなんかこうなるようになるんやなと思って、なんかもうやりきるみたいな、そこからな、考えるようになって、これがキャリアってやつですね。結構試合全然キャリアない選手はそういう段階にいるけど、そういういろんなキャリア経て今があるんで、今も16戦やってんか、16戦やな、次17戦目で、まあまあまあ、まだベテランとも言われへんけど、もうプロだって5年か、2016年に、俺も同期でデビューしてるんで、もう2021年なんで、もう丸5年経つけど、対戦相手の方もそんなにあれか、そんな変わらんか、多分デビューは向こうの方がちょっと早いぐらいかな、年は下やったはず、下の選手。まあでも若い選手は勢いあるし、多分この日本タイトルにかける思いは多分強いからね、これはね、落とせん試合やし、まあ位置づけ的にも初防衛やけど、まあ、もう2回目の世界挑戦に向けての前哨戦やし、みたいな感じですね。じゃあこうどういうふうに戦うかっていうと、ちょっとあれバレるかもしれないからあれやけど、まあ完勝、完勝が目標ですね、多分今回勝ち負け運のより内容が取られる、内容やな、そうやな、こういう1の選手ってこう勝てばいいっていう1じゃないから、やっぱ世界ランキング1位で世界挑戦目前の選手なんで、で日本1位の選手やけど前哨戦って位置づけになるってことは、やっぱり内容問われるから、そこはまあプレッシャーやね。その内容っていうのは、KO では勝てばいいっていうわけではないです。全然違うね。なんかこう、なんだろう、あ、やっぱ強いなとか、やっぱこう、レベルが全部において、1段階、2段階ぐらい変わるような戦い方しないとって感じですね。ごちゃごちゃの中の KO とかだったら、全然意味ないと思います。意味ないよな。今日久々の試合なんですよね、中島さんの。2019年8月以来の試合。あ、そうですね。1年半年以上空くんか。まあ、中島選手からしたらそのブランクは結構あれやけどね。でもそれは多分燃えるもの、このモチベーションで多分カバーしてくると思うから。いやでもやっぱね、俺も前回ね、3月の世界戦のブランクも1年約半年空いて、やっぱり全然違った。なんやろ、ブランクあって影響あったかって言われたら、まあ、なかったとは言えんすよね、やっぱり。その中でもやっぱこうどう戦おうかとか、こう試合中に修正してこう試合感こう慣れさせたっていうか、やっぱ修正した部分もあったから、やっぱ相手からしたらすごいこう不安になる部分でもあるかな、そうやって1年半年が空くっていうのは。谷口はだってもうね、結構このコロナ禍始まってからも2戦やったんか、やっちゃうわ、1戦だけかな、その決定戦で。あ、日本大統領いつやったっけ、去年の。去年12月。あ、じゃあ半年か、ちょうど、まあまあ半年やったら
まあそうやな、 KO っていうか内容、そうやな、どの距離でも全部上回るボクシングやってもらいたいな。で流れの中でこう最後仕留めれたらって感じ。そうやな、うん、それが理想かな、うん、まあでもまあファイターの選手なんで、まあ、理想としては俺は結構こう近い距離でもポジションを変えたり、うん、遠い距離でも差し合いで上回ったりとかっていう展開に持っていってほしいし、まああんまり心配事はないですけどね、僕はプレッシャー与えるようじゃないですけど、全然そのレベルにいってないから。うんうん、谷口さん的にその相手選手を結構研究するとかするんですか。あ、でも一月切ってちょっと見るぐらいですかね。あ、そうね、うん、だって二月前から これだけに集中しとったら、多分それ以外のこととかをされると、その、なんだろう、それだけにしかとらわれんから、その動画の中の相手にしか、そうやな、視野狭くなってしまうと損する場合っていうか、まあ、うん、でもそれ見てそこからこうプラスアルファでこういうのしてくれやろうなって考える選手もおるんやろうけど、俺多分それ考えれんと、その動画の中の、なんだろう、相手のスタイルしかこう意識せんくなるから、ちょろっとでいいって感じですかね。まあ、人によるですけどね、その対戦相手の試合映像をよく見る人と、俺もほんまちょろっとしか見ないんで、結構こう前半、中盤、終盤の3パターン、その選手の動きを見て大体こうイメージするんですけどね、うんうん、なんか序盤だけ見たらやっぱり元気あり余ってるんで強く見たりもするんですよ。で中盤はやっぱりこうなんだろう、駆け引きするこうラウンドでもあるし、こう休むラウンドとかでもあるんですよ。で最後はもう気持ちとか、まあ、体力、スタミナとかもいろいろ見えてくるんですよ。まあその自力の差って言うじゃないですか、その自力の部分が見えるんですよ、終盤って。その3パターンに分けて、あ、こういう選手はこういう後半持ち込んでいくタイプなんだなとか、うんうんうん、僕も結構ざっくりこう3パターンに分けて、ほんまに 1,2 回しか見ないですね、試合映像。僕はもうあんまりこう変な先入観にとらわれたくないんで、あんまり見ないですね、映像は。大まかなスタイルかな、ちょっとこ そうこういうのは嫌がりそうやなぐらいですかね。そうこうだからこうっていうパターンを詰めすぎると、逆に試合本番の時にそこにはまらんかった時にすごいテンパっちゃうんですよね、うん、あれみたいな、あんだけ練習してきたあのパターンじゃないってなったら多分パニックなんですよね、バーンって、うん、そうならんためにぼんやり、まあこんな感じなのなっていうのを見とくみたいなですね、うん、これ大事よね、うんうん、やりだしたら結構こう、あ、これ嫌がってるなとかって分かるか、分かるし、そうだから本番のその時臨機応変に対応していく対応力っていうのがやっぱ大事ですね。で今回は10ラウンド、今回10ラウンドですね、日本タイトルは。12と10結構違うもんね。結構違いますよ、残りの2って。俺2回やったんか、12。2回やった。結構違いますね、なんか、うん、違う。6ラウンドの折り返しと5ラウンドの折り返しって全然違うやろ、ね、俺逆に10ラウンドしたことないですね。あ、そうか、あの10回戦もあるんですよ。ああ、そうか、ライトフライに上げてモラベザってやったりとか、そうそう世界ランク出た時にノンタイトルの10回戦やったことあるんですけど、まあ、KO で勝てたんであれなんですけど、10ラウンドをフルで戦い抜いた試合はないんですよね。だからその10と12のこれがここが違うっていうのは明確に分かんないですけど、10人はね、長いよな。だからほんまにそのさっき言ったこの駆け引きするこの中盤とか、その休むラウンドとかで、そういうこうラウンドの使い方というか大事になっていくんですね、うん、この各ラウンドの構成、こうしていって、ああしていってみたいな、ここは休もうとか、だからそのキックとか総合とかってラウンド短かったりするじゃないですか、うん、だからそこにはない難しさですよね。めちゃくちゃ頭も疲れますもんね、体も疲れるし、脳みそ疲れるし、頭が疲れるみたいな。ほんま糖質取ってなかったら多分無理っすボーっとしちゃうんで。心理戦ですよ。いやほんまそうですよね。いやマジそれ、うん、あるよな。結構僕世界戦戦ってきてて、パンチ力、スピードがこう、まあそれも必要なとこでもあるんですけど、一番は僕メンタルやと思うんですよ。いかにその当日の本番のリングでこうメンタルしっかりこう、まあ、コンディショニングだったりもそうですけど、うんうん、メンタル弱いとまずそもそもの能力発揮できないんですよね。うわどうしようどうしようっていうメンタル弱いと、メンタルっていう部分は世界で戦っていく上で必要だと思うんですよね。うん、けどそういうのって鍛えようがないというか、どうすればいいんだろうね。あれやっていくしかないから。そう経験しかないんですよほんまに。だから見しろとかってすごいやん、突出した武器はないけど、頭とこう冷静さとかメンタルでもうずっと勝ってるみたいな。そうなんだ。ほんまにそのメンタルは大事ですね。あ、じゃあそういう意味でアマチュアとこのプロの違いもやっぱりある。それはでももう単純にラウンド数も少ないから短距離走ですよね、うん、アマチュアの場合は用意ドンバーで終わるから、うん、アマチュアは、はいはい、僕はアマチュアはやっぱ向いてないですよね。あ、うん、アマチュアでは多少経験積んだけど、やっぱり長いラウンドじゃないと無理ですね。谷口さん的には
うわ、どっちでもいけんじゃん。どっちでも多分スタイル的には多分いけるんですけどね。ただでもやっぱスタイルはめっちゃ変わりましたよね。こうトントン飛び跳ねるアマチュアのボクシングからやっぱこうずっしりとこう重心低くしたボクシングになりますね。え、なんでですか。このずっとこうピョンピョン飛び跳ねてたら12ラウンド36分間絶対もったへんやんな。無理やし、あと読まれますねすぐ。へえ、ガラッと変わったの。そう考えたら、ほんまに谷口に関してはすごい変わった。僕はあんまり変わってないです。根っからは変わってないよな。俺は結構こうこのままって感じですけど、がっつりテンポとかも遅なって、こうなんだろう、早くしたり遅くしたりっていう、これがすごい増えたし、どっちか言うとめちゃくちゃのファイターのようになったの、うん、どっちか言うとこうゴリゴリのブルファイターじゃないけどボクサーファイターのスタイルになったんです、うん、アマチュアの時もまあ打つ時は打つけど、どっちか言うとスピードで出入りとかでバーバーで打ってる、うん、カウンター合わせてとかっていうタイプだったんで、今は結構中でも位置変えたりとか、こうボクサーファイターの戦い方するようになったんで、まあ、練習内容も結構ファイターな練習も多かったし、そうやな、3、4年ずっとそうやったもんな、強く、まあ、同じトレーナーやって教えてもらってたんで、うん、今はもうそのチーフやったのが関西の方に行ったので、まあ、僕もトレーナー変わりますし、谷口も変わったんで、まだここからね新しいこうスタイルになっていくやろうし、楽しみでもあるしな、また世界挑戦するやろうし、とりあえずもう早くチャンピオンになってもらうと、もうね、僕は2017年でね初挑戦でチャンピオンになれたっすけど、もうね5年経ちましたから。そうなんですよこれすごいやめてくれ。5年経ちましたからすごいやめてくれ。早く世界のベルト巻いてほしいっすけど、ね、すごいよな1年目でさあのメンタルやろ。俺だって3、4年やってやっとそのそれくらいのとこにまだ行けてはないけど近づいてきてるわけやん。だから1年ですよくこうああいうまあなんかこう その立場になってみて思うことってあるよな。思考とか考え方とかそういうのによく1年で行き着いたなとは思う。めっちゃすごいよな。まあでも、まあ、人それぞれスピードありますからね。その成長速度だったりその運の要素もありますし、うん、僕の場合は運に恵まれたんで勢いでいけたタイプだった、うん、そうそう、ガガッていけたし、だからもう早く参ってもらいたいんで。そうなんですか。今年チャンスだよな。でもそうやな、今年から来年にかけてがもう、うん、一番な、今年の5月今回クリアして間一戦前哨戦挟むのか、もうそのままダイレクトに行くのか、だから多分今年大きい年になるんじゃないかな、ね、うん、まあ、この時期やけど、まあ、うまくいけば多分年内にチャンスさえあれば、まあ、2回目の世界挑戦ですけど、だからこそ次が大事やねえな、もう、うん、だからなあ、プレッシャーやれるけど、ほんまにこうなんだ立場というかステージが違うんでね、うん、その差を見せてもらいたいですよね。頑張ります。プレッシャーめっちゃ与えるやけど。そのうち敬語。敬語やから。いや、本当頑張りますね。まあ今回の動画はね、その5月22日のね土曜日か、住吉総合体育館であの初防衛戦があるっていう、まあ告知動画ですね。いろんな話したけど、とりあえずその日、多分チケット販売もまあまだ。この出た頃には出てるかどうかわかんないですけど、とりあえず有観客ですし、なんか多分配信もあるかもしれんな。ボクシングレイズであるんちゃうかな、多分。まあそこの詳細はまだわかんないんで何とも言えないですけど、多分配信もあると思うんで、まあこの動画見てもらったあの視聴者の皆さんにはちょっと谷口の今後の動向をチェックしてもらって、ちょっと楽しみにしておいてください。っていうかあれっすね、さっきこのチャンネルで多分出たことないって言ったけど、一回出てんな、あの車の中でレジェンドのね、後ろの、そう話してる、ね、三城とモブ2人ね、モブキャラ2人とそう三城とね、あの時に出てもらったけど、まあ、今回これ見て谷口正孝っていうあのチェックしてもらって、うん、SNS もあの概要欄の方とかにも貼っとくんで、こうしたらいいこれ全部あのチェックしてもらって、まあ僕と違って僕は右のねあのオーソドックススタイルなんですけど、まあ、サウスポー、左利きのサウスポーで、結構こう、なんだろう、僕とまた違ったボクシングする選手やから、チェックしてもらって、ぜひよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。では、まあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。毎度じゃあ毎度始まりやん。